はい、もかしおみごです。ですね、今週は久しぶりの高級日で水曜日と土曜日休みですね。今日はですね、ちょっと病院に行ってきてからですね、食事とってからちょっとオークションのですね、商品の発送ですね、今ちょっとポストに入れようと思ったんですけども、ちょっと高さ制限ギリでですね、ちょっとポストに入らなかったので、とりあえず病院終わって食事してからですね、石巻郵便局の方にちょっと行ってですね、その後ホンマックさんで、俳優パックの方を買ってこようかなという感じですね。この間ちょっとケチってですね、2リットルのやつを買いましたら、ちょっと溢れてしまってですね、ちょっと大変なことになったんですよね。これで今回はケチらず5リッターの俳優パックを、買おうと思ってますね。で、まあ今日ちょっと早めに動画の方切り上げてですね、3月になって気温も高くなってるんで、オイル交換とですね、あとタイヤ交換してしまおうかなという感じですね。あんまり遠出はしない予定にしときますけどもね。で、前回ですね、ちょっと結構回して走ってたんですけども、まあ、燃費はあんまり下がらなかったですね。 18.8 くらいまで行きましたので、まあ、この車はちょっと不思議なもんでですね、燃費運転意識してやると逆に下がったりするんですよね。で、もうバンバン踏んで、もう燃費なんか関係ねえっていう感じで走ってると逆に燃費が良かったりするんで、やっぱアクセルの踏み方なんでしょうね。なんか今4速に下がっちゃいましたね。ファミリーマートさんのポストだと入ることは入るんですけども、最近ポストも少なくなってしまいましたからね。コンビニによっては設置されていないところもあるんで、相当積んでますね。今日もですね、天気はいいんですけど風が強くてですね、花粉がやっぱ飛んでるんですよね。で、今朝起きた時ちょっと鼻がグズグズしててですね、朝シャワーつんですかね、鼻の周り結構洗浄しまして、ようやくという感じですね。まあ、花粉症も、なったことないんですけども、まあ、ここ数年ですかね、なんか鼻がちょっとムズムズするような感じで、で、なんかお風呂入るとすっきり治っちゃうんですよね。なんか不思議な感じなんですけども、微熱が続くとかそういうのはないんでいいんですけどもね。この辺やっぱ杉林とか多いですからね、飛んでくるんでしょうね。ああ、これスタッドレス早く買いたいですね。もうこのなんていうんですかね、グリップがしなくてこうグニグニョっていう感じがちょっと嫌いなんですよね。踏めませんからね。この、ここは
ちょっと感じあんまりないですかね。あ、でもないです。結構ありますね、風も。学生時代ここの道路を自転車で、走ってたんですけど、横風がひどくてですね、バスが走んなかった時もありますね。もう遮るものがないですからね。当時はこの三陸道もちょっとなかったんですけどもね、なんか能面道路か、変な裏道使うしかなかったんですけど、時間帯は電車でしたね。そういえば下りでしたね。ちょうど立ち合わせですね。停止で済んだような感じですけどもね。まだ工事やってるんですね。それではこちらでカットします。失礼します。職人子です。先にですね、ちょっと郵便局行っちゃう感じですかね。国道にしますかね。今日は平日なんで空いてると思うので国道で。ラーメン屋さんはやっぱり営業してないですね。
長いですね。これレッドバロンの軽自動車ですね。ついてますね。また丸太のやつが行きましたね。寿司街道さんのでしたね。なんかホンダライフを一斉導入したみたいなんですよね。右手のやつは水道のやつなんでしょうかね。なんか橋みたいのができてますけども、水道管のやつでしょうかね。水道ではないような気がするんですけども。水道ではなく排水管ですね。排水管といった方がまあいいかもしれませんけど、
れ右折はちょっと無謀ですね。いつも流れが悪いんですよね。先の信号は青なんですけど進まないという感じですからね。電気自動車でしょうかね。マフラーがないですけど、前の軽トラ音はいいんですけども、なんかスピードが出てませんね。それではこちらでカットします。失礼します。はい、エモカショーリンゴです。ですね、今ちょっと郵便局行ってオークションの商品発送してきまして、あとはですね、ちょっとフォーマックさんで
ハイエパックの方ですね、買ってきましたね。で今ちょっとダルマ薬局さんの前でなんか取り締まりやってましたね。写真は撮りませんでしたけどもね、なんかあの一時停止と信号機の取り締まりなんでしょうかね、ちょっとよくわかんないですけど、15分くらいしたらなんかいなくなっちゃったんですけどもね。ちょっとあと食事ですね。上とかってもいいんですけどね。これパソコンショップさん改装なんでしょうかね。やっぱ右折の車線が狭いんですよね。
さいですね。ヘビタのヨークベニムラさんに行ってお弁当買ってみますかね。それではこちらでカットします。失礼します。はい、僕は食リンゴです。ですね、お弁当買おうと思ったんですけども、今の状態だと1000円軽く超えそうだったんで、スタミナトローソン行った方が安くつきそうですね。ちょっとですね、かなり遠回りになってしまいましたけども、スタミナトローソンの方に行って食事にしますかね。上限がないんでですね、上限があるんでってことですね。1200円ちょっとで済むんで、安心感もあるんですよね。お弁当だけでちょっと1000円超えるのはちょっと微妙ですからね。どのルートで行きましょうかね。ここは強制的に左折になっちゃいますけどね。さんに行ってもなんか1500円くらいもかかっちゃいますからね。
は多分いけませんね。ああ、行っちゃいますか、もうこれを。こちら側から来るのは結構久々ですね。いつも反対からは来るんですけどもね。変わっちゃいましたね。今公園作ってるんですね。また戻ってきてしまいましたね、こちらの方に。
これ踏切渡れませんね。ああ、これダメですね。踏切渡ろうと思ったんですけども。になっちゃいますけどね。ここが左折限定の交差点ですね。右折するやつはいないと思うんですけどもね。さっきあの踏切渡ればですね、スタミナ太郎さんの目の前に出るんですけども、まあ、通行止めになってたんで仕方がないですね。ちょうどいいですね。1時になるところですので、90分ですからね。先にちょっと食事すればよかったかもしれませんね。サンダルが落ちてますね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。職人号です。では今日はちょっと早いんですけども帰りますね。なんかこれ中学生の団体さんがですね、今入り口で記念撮影してたんですよね。
度が行きましたね。波のやつがここまで来てたっていうのがありますね。さっきのところで良かったんですけどね。
セブンイレブンさんで終了ですね。失礼します。お疲れ様でした。